こんにちは。アパレルブランドヘルベシカやっておりますヨッシーです。本日は、久しぶりにリクエストをいただいたことに対してお答えをしたいと思います。今回は縫ってるところを見せてほしいと。パンツのシルエットね、以前ですね、前回かな、GU のセットアップを、紹介させていただいたんですけど、その時に膝下からテーパードを入れてリメイクしてありますっていうことをね、1個前の動画で言ってるんですよ。それで、パンツのシルエットのリメイク方法っていうのを見せてほしいということだったので、やっていきたいと思います。リクエストいただいた方、ありがとうございます。手の内を明かすみたいでですね、まあそんなん見せられるかっていうほどちっちゃい男ではありませんので、そのままお伝えしたいと思います。で、どうしようかなと思ったんですよ。どうしようかなっていうのは、どんぐらいやる感じでいこうかなっていうね、細かくやろうと思ったらすごく細かくなっちゃうんですけど、今回めっちゃ雑にいきます。めっちゃ雑だけど、あ、こんなんで結構違うんだねっていう感じのやつを紹介したいと思います。ではね、まずは必要なものを紹介します。1つ目はですね、これ、チャコペン。これね、チャコペンなんで、こう見えてビーってこう引けるんですけど、これね、普通にこう、チャコペンがなかったら、なんだろう、もう、なんだ、黒とかじゃない、まあ、なんだろう、ボトムが白かったら黒でいいんですけど、まあ、印がつけれるペンですね。まあ、チャコペンぐらい買ってもいいと思います。これは、こういうやつなんですけど、普通の、ペン式のチャコペンでもいいです。で、あと、タッチバサミ。これですね。これがもしない人は、まあ、もうカッターでもいいです。はい。と、あとはボディになるリメイクをする、パンツですね。今回は、以前紹介したこともあるんですが、このデニフォ、デニムのユニフォームですね。デニフォをリメイクしたいと思います。でね、これすっごい簡単なんですよ。めっちゃざっくり、めっちゃマッハでできるんで、で、あとまあ、ミシン。ですね。まあ、ミシンがない方はですね、まあ、手縫いでもできなくはないですけど、めんどくさいです。ミシンがあるとマジでガーンでもう一発で終わりますから、まあ、今回このすっごい簡単に紹介したいと思います。細かいところ、いろいろ気になるところあると思うんですけど、まずはね、これができれば意外と使えるよっていうことを紹介したいと思います。でね、まず、このデニムはちょっとね特殊だったりするんですけど、このデニフォームはですね、ちょっと音数が軽いんですね。すごくライト音数なんですよ。だからまあ普通のミシンでもいけるかなと思います。僕が持ってるやつはいける、当然いけるんですけど、通常の家庭のミシンでもこんぐらい柔らかかったらいけるんじゃないかなと、生地が重ならなければいけるんじゃないかなと思います。裾ね、こんな感じで今はオレンジのステッチがあるじゃないですか。まあ、これこだわりたい方はですね、まあ、デニム用の糸を買ってきて縫うことをおすすめします。今回僕はもう全部黒でいっちゃいます。もうね、これいいかなと。もう黒でいっちゃおうということで、僕は黒でいっちゃいますけど、気になる方はそのパンツに合った糸を買うことをおすすめします。でね、このパンツのリメイクのコツがあるんですけど、まず1つ目はですね、繊細かつ大胆にやるというこのマインド問題。です。ビビりすぎても良くないんですよ。初めてね、洋服にハサミ入れる時って結構ドキドキするもんなんですよ。僕もね、懐かしいですね。高校1年生の時かな、確か初めてリメイクしたのは。だからその16歳の時は本当に洋服にハサミ入れるなんてなかなかこう入れられなかったわけですよ。こう、これミスったらどうしようみたいな。ね、後々考えて今思えばもうどうせミスんだからいけよって思うんですけど、まあかといって雑にやりすぎてもやっぱいけないわけです。ある程度の緊張感を持った方がいいんですけど、そういうことでですね、繊細かつ大胆にっていうこのマインドの問題です。でもう1つ目、いやもう2つ目、ボディになる方のパンツですね。これは極端な話、でかければでかいほどいいです。はい、なんでかっていうと、まあ余白があった方が理想の形にしやすいからなんですよね。小さいとほんのちょっとだけ縫うって意外と難しいんですよ。端の方を例えば裾周り1センチ縮めて、でそっから、0に向かってこう R を描いていくっていう縫い方あるっちゃあるんですけど、大きく縫った方が楽ではあるので、まあ、そこっすよね。そこがちょっと問題なのかなと思うんで、まあ、でかければでかいほどいいぐらいの感じ。ウエストはガバガバになっちゃうけどね、もちろん。まあ、でかいっていうか、まあ、太ければ太いほどやりやすいかなと思います。なので、このデニフォームなんかはね、最適だと思います。すごいでかいんで。はい。今回簡単にやりたいので、こうしたいなっていうパンツを1本用意してください。僕の場合は自分で前にリメイクしたパンツがあるんですけど、今回このデニフォームをクロップドのパンツに変形させるので、まあ僕が一番ですね、自分で調整して気に入ってるパンツを土台にします。何かデザインをする時はですね、ガイドがあるとやりやすいわけです。ガイドラインに沿って裁断するとか、ガイドラインに沿って印をつけるっていうことが必要になってきます。今回のやり方はこれ一発ですごい効果が出ますんで、是非ですね、自粛期間中の暇な時、まあね、全然暇じゃない方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあこの自粛期間中のですね、ちょっと時間のある時に自分のパンツ、あんまり履いてないものとかをリメイクして、まあまた履くっていうね、サスティナブルじゃないですか。手持ちのものを変化させて、また活かしていくっていう感じでいきたいと思います。ではですね、まず、ビフォーの状態を履いて、まあ、アフターと比べてですね、どのぐらい変化したかっていう振り幅を見ていただければ分かりやすいかなと思いますんで、それと、あとは、手元っていうかね、こういう風にやりますっていうのをこれからやっていきます。こちらビフォーの状態です。以前にも紹介したことありますが、デニフォームの、バルーンシルエットのワイドパンツですね。ボンタンみたいなシルエットかなと思うんですが、まあニッカとかボンタンとかそんな感じだと思います。もうズドンと太いのをクロップドのテーパードパンツという形に変形させていきたいと思います。まず土台になるパンツを下に置きます。でね、まあ、これ裏返している状態なんですけど、真横で置くとこうなるんですよ。でちょっとまっすぐな感じになるんです。これだとね、ちょっとどこ縫えばいいか見失いがちなので、であとまた上のところはなるべくいじんない方がいいんですよ。でパンツって、縫い目の重なるこの交差点みたいになってるところが、こういうところがあるんですよね。股下の部分です。でここを縫っちゃう、ここをね、ここの上に縫っちゃうと結構強度がめちゃくちゃに落ちるんで、この股上はいじらない方がいいと思います。なのでよいしょ、このお尻の部分ですね、この股下の縫い目の部分を出して、でその下の縫い目、ここですね、ここを端にしておく、まあ、こんな感じ。まずはこの状態を作ってみる。片足だけです。片足だけっていうか、まあ下の方は、ね、気にしなくていいです。こっちだけ、ここはね、もう縫わないというか、ここのシルエットの調整をしたいんで、こういきたいと思います。でこの上に基準になるパンツを乗っけます。このパンツもですね、基準になるパンツもこの股下のこの縫い目の部分を持って、こんな感じですね。でこの重ねる時に、この黒い方が基準になるパンツなんですけど、フロントを合わせておきます。フロントをね、ここの位置をなんとなくこう合わせておいて、でまあさっきのね、ここをこうつまんどくじゃないですか。でまあこんな感じ、はい、この状態をまずは作っておきます。まあ、もっとね正確にやる方法はあると思うんですけど、でここのガイドから少し外側に線を引きます。でね、ここが股下じゃないですか。だからここのところまではいじりたくないんですよ。強度的な話なんですけど、なので 1.5 ぐらい外側で、後で縫った時にひっくり返して、ここの縫い代の分ちょっとだけ細くなるんで、この基準になるガイドの 1.5 ぐらい外をライン引くといいと思います。で上に行くに従って、この辺からね、ちょっと基準どうしようってなるじゃないですか。迷ったらちょっとこっちに逃がした方がいいですね。だからイメージとしてはこういう感じ、こういう感じ、大げさに言うともうこうですね。こう逃がした方がいいです。裾、結構裾ミスりがちだと思うんですよ。これならここで印つければええやんって思うんですけど、ここね、折り返しが必要なのでプラス5センチはあった方がいいと思います。はい、なのでまあここね、5センチ分ぐらい下に引きますね。これ測った方がいいです、本当は。もうなんかね、僕目測で結構やっちゃうんですけど、はい、まあ、こんなもんですかね。で 1.5 ぐらい外側をなぞります。まあこんな感じですね。はい、まあ、ちょっと見えづらいんで、まあこんな感じでなぞります。で、ここを縫うんですね。ここの今印がついているところをこれからミシンで縫います。で、まずは片足だけ作った方が楽だと思います。ここで両方ねライン引いちゃってもいいんですけど、ちょっと置き方の感じでラインが変わっちゃったりすることあるんで、実際仕上がったのを見てもう片方仕上げた方がおそらく失敗はしにくいと思いますんで、今回はこのやり方でいきたいと思います。あとはもうめっちゃシンプルです。このラインに沿って、まあ若干外側を意識した方がいいですかね。このラインのちょい外を縫っちゃいます。で、強度の問題があるので、そこの縫い目のもう1箇所外側をもう1回縫います。ダブルステッチみたいな感じですね。こうした方がまあ強くなりますから、ちょっと外側をもう1回、まあ 5mm ぐらいですかね。 5mm ぐらい外側をもう1回縫います。こんな感じです。そうするとさっきのガイドラインに沿ってこういう、見えるかな、こんな感じで縫い目がね入ってくるんですよ。でここの外側今いらないので切っちゃいます。こうやって平置きで置いてですね、さっき縫ったラインがここなんですよ。でまあちょっとだけ外側を切り落としましょう。これでさっき縫ったところを切らないように注意してください。せっかくね縫ったのにもったいないですから。まあこんな感じになりました。これでもう一度裾を広げます。そうするとね、今切ったところの方が細くなってるじゃないですか。これ上が今切った縫ったとこです。で下がまだ縫ってないし切ってないとこなんですよ。まあこんだけ切ったんですね。だからここを作ったらもう一回ここに合わせて、今度はもうここに思いっきり沿っちゃっていいんで印をつけます。こうやって合わせた方がね、多分外しにくいんじゃないかなと思うんですよ。まあ人それぞれなんで、いや俺はこれだと外すっていう人がいたら違うやり方で全然いいと思います。ちょっとこれね白の色で今僕チャコペンやってるんですけど、これね間違えましたね。これすっげえ見えづらい。まあいいっす、何でもいいっすよ。これピンクでもね青でも何でもいいっす。はい、こんな感じです。今度はここに合わせてまた同じように縫います。先ほどと同じ手順なので、ここは若干省きます。で、太さを決めたら裾を縫っていきます。で、2つ折りぐらいにした方がこの生地がね、こう立ち切りの状態になってるんで、ここバラバラにならずに巻き込めますんで、まあ、2回ぐらい折っときましょう。ということで2回折れるぐらいの余裕を持って裾は切った方が良いのです。最初ねちょっと余裕持ちましょうって言ったじゃないですか。だから裾はね最初ある程度長め設定からいった方が安全だと思います。まあ、こんな感じですかね。もうちょっとねこんな感じでいいかなぐらいのノリでですね、完成しました。このぐらい切りました。かなり切りましたね。この分細くなっています。テーパードシルエットのワイドクロップドの完成です。このシルエットの方が僕的にはとても好みなので直してよかったなと思っています。かなりこれであれば、上に合わせるものも靴もいろいろと今までよりも合いやすいのでリメイクして本当に良かったなと思っています。いかがだったでしょうか。本日はですね、簡単なパンツのシルエットの変更方法を紹介させていただきました。もっと丁寧にやろうと思えば結構どこまででも丁寧にできるんですけど、これぐらいのね手間感で遊びで買ったアイテムなんかは特にいいと思います。すっごいでっかいディッキーズ買ってやってもいいし、このデニフォームみたいなものでもいいし、ユニクロとか GU とかそういう買いやすいアイテムの一番大きいやつ買って縮めるリメイクっていうのは簡単ですから、増やすリメイク結構大変なんで、でかいのを縮めるの方が簡単なんで、大きいサイズ買ってもう自分の体型的にギリいけるくらいのサイズとか、もうベルトで縛ればいけるかぐらいのサイズ感買っちゃって、そっからリメイクっていうのもありだと思います。パンツはほんとねテーパー効かせるだけで全然雰囲気変わりますから、その効かせ具合とかですね、自分なりにいけるっていう感覚でやるのもいいんですけど、お気に入りのパンツとかあればそれを元にそれを土台にしてですね、こうガイドを書いてそこを切り取ってやっていくっていう方が単純だと思いますんで、そんなやり方も一つの案かなと思って、提案させていただきました。前回の GU のパンツもこれに近い形でリメイクしていますので、割と手軽にできると思います。このね、今回デニムなんで結構手こずったっていうのもありますし、あとはねだいぶサイズを変えたから時間かかったんですけど、薄い素材でちょっとだけだったらこれね別に切んなくてもいいかなっていう時結構あるんで、ということで提案させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram やっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。続けていくモチベーションになりますので、ぜひですねコメントいただいたりとか、今回のようにですね話してほしい内容ありましたらコメント欄からお願いします。僕がヘルベシカというブランドやっておりますが、今、ウェブ受注受付中です。公式 LINE も概要欄にありますんで、そちらぜひ登録お願いします。どうもありがとうございました。